大手前通り、辰古伊豆市は、兵庫県豊岡市にある地区で、かつての伊豆市場の城下町。城下町として整備された町割りが、五番路目城であることなどから、田島の小京都と呼ばれている。豊岡市伊豆市伝統的建造物群保存地区の名称で、国の重要伝統的建造物群保存地区として、選定されている。兵庫県北部の田島地方の東部。 豊岡市の南東部の周囲を山に囲まれた盆地で、有子山の南麓、伊豆市川と谷山川との合流部の東南に位置する。室町時代、守護大名山梨の居城であった、有子山城の南麓に、慶長9年、戸山大名小出義で秀により伊豆市場と、その城下町が築かれた。江戸時代は、戦国家の城下町となって発展した。 江戸時代三大大家騒動の戦国騒動の舞台である。1876年の大火により80%以上の建造物を消失したが、町割りは文化7年の絵図の状態がほぼ完全に残り、そこに建設された明治時代の寺院や町や、及び消失を免れた武家屋敷や社地が現存し、近世後期の城下町の歴史的風地を今日に伝えている。 近代以降も伊豆市郡における行政経済の中心地であった。そのため建て替えが多く、1987年に最初の県指定景観形成地区に指定された後も、古建築の開廃が絶えないため、重要伝統的建造物群保存地区選定の申し出をするなど、景観の保護を法的に強化している。ありがとうございます。